ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば、昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧？己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様は広樹にあるのか。拙者を存じておるのか。精霊よ、貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。おのがしごときで拙者の誓いは消えぬ。必ずや戻り、残った者たちを守るのだ。貴様は非力であった。今もそれは変わらぬ。命乞いするなら今のうちじゃ。
ならば参れ。お主の技を見せてみよ。遅い、遅すぎる。冷却が待ってるぞ。死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。黄泉に舞い戻るのでなくば。まやかしを見せて物が目に通ってはならぬ。我らに終わりなどない、ものの不要。切らねばならぬものを全て切るだけのこと。
ターの印じゃ。時とは揺られる足なり。拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。これ以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。道をたどらねば。こちらか。
先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者、お前を撃ったことに悔いはない。この鬼め、ここでは皆お前の鬼だ小僧。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前の苦しみは私の喜びじゃ。なお愚直に義を通すか。
黄泉に送られた者全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。
これは黄泉に送られた者全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。送られたもの全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。遅すぎる。このような汚らわしき地にとどまっておってはならん。戻らぬ。まだ生きている者どもを救うために。逃げないと。
かすのじゃ。先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。
また一つ名前を無駄まやった。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。誓いを破った奴らを見捨ておって見殺しにしおったのは。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。裏切り者め、どこだ。先生、お許しくださいませ。愛子もこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。
戻る道を見つけまする。皆をあのような輩から守らねば、たとえ我が命が尽き果てようとも。お主はいつの日も優れた弟子であった。愛子は我らを許すであろうか。そう願うほかない。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。